あ知ってる選手も多いし、戦い方もある程度こう分かりやすいというか、しっかりやってきてくれるからさ。スクワットも3・1もあるんだけど、まああとは遠目からのシュートとかかな。遠目からのカイトのシュートとかをちょっと気をつけてっていうところかな。あんまりずれるイメージがないけど、ちょっと分かんない、本当にどうなるか。ここまで来たらもう、ね、気持ちとかそういうところが結構大事になってきたりするから、なんかここでね、まあ、修正できることはもちろん修正するんだけど、今できることは本当全力でやるって、やります。イレギュラーだけどさ、 PK とかが多くてさ、あもうアップしてピッチのやつなしですぐ試合だ。あ、時間押さないんだ。だから時間こう9時までやるって。あ、そういうことか。そうそうそう、そういうことも含めてね、状況楽しんで、頑張ります。うん、はい。来てるっすか。PK また蹴っちゃうかな。PK で。前線になったらもう。PK の任せちゃう。来たんで。Thank you.
ック。Yeah!
そうだそうだ。あれ。うわ。Yeah!
これで終わりね。まあ、去年から続いてたことだけど、終わって、まあこのままちーちゃんがやれば、ちーちゃんが開催されれば、そこに向けてやるしかないっていうところで、まあね、俺が、そうだね、もう自分のプレーもそうだし、ここまでの作りっていうところでも、まあ、まだできたと思うから、まあ、それをね、まだ幸運にも、次の大会に、特に、全国大会で、俺たちにとっては一番、価値が高い大会が残ってるから、まあ、それに向けてやりましょう。2試合目に関しては、うちのフットサルは繋がらずできてたと思うから、そこのフィニッシュのところだったりとか、まあ、ディフェンスコンセプトって2対1の対応とかってしてるはずだけど、まあ、俺がねエラーを起こしちゃったりっていうのがあるから、
申し訳なかったんだけど、まあ、そこのそういうエラーを潰していく作業になると思うから、またそれと並行して体のコンディションもやっぱり上げないといけないから、そこは多分今日で思いついたと思うから2試合やってる。で、チーさんが同じような大会だから、うん、それはもういい勉強だと思うんですよ。これから過ごしていきます。ということで、ここですごく長い話してもしょうがないので、また来週も、はい、ではお疲れ様でした。お疲れ様です。まあちょっとあんまり寒いし言葉が見つかんないけど、まあセグンドもね若くていいチームだから勝たなきゃいけなかったけど、まあちょっと失点がもったいなかったね。まあ俺らの何取られ方だよね。2-1を起こしちゃう取られ方を、まあ俺もちょっと乗っちゃってた分、うん、あ点取って決めつけでシュート打ったりしちゃったからあの辺はなコントロールしなきゃいけないっていうか持ってないね。だね、ワンゴールワンアシストで試合に負けるっていう。でも BRB 戦でさ蹴られまくって、まあ、ファール、倒れてたやつか、結構あって右足の腿前とふくらはぎがもうちょっと打撲というかさ、まあ痛くて、まあでも全然試合だったらできるんだけどさ、終わった後だからもう今ちょっと痛いよね。もうこういう経験は本当ずっとしてきたから、うん、まあ切り替えて、まあ、ちーちゃんだね、ちーちゃんに向けてやるしかないっていうか、うん、そうだね。まあ相手もさ、うん、マンツーマンでもうなんつうの、こう2メーターぐらい離してディフェンスしてきた、うん、ワンツーさせないように結構多かったよね。そうそうそう、もっと剥がさなきゃいけないっていうか、余裕もっと剥がしにいかなきゃいけないけど、結構パスの選択とかちょっと多かったかな。前進は簡単にできるけどさ、そっからやっぱゴールに迫るっていうところでちょっと足りなかったな。まあまあ仕方ない、切り替えです。負けたんで切り替えて、まあ結構その DM とかもさもらったり、うん、あ、応援の応援のメッセージいただいてて、試合の合間とかにもちょっとチェックしたんだけど、チアゴもいなかったってのもでかいしさ、悔しいね。だね、出てないメンバーもさうちもいて、まあね、勝たしてあげたかったな。まあでも本当こうやって自分の中の課題をやっぱこう克服してやっていくっていうところを、まあなんか少しでもね見てる視聴者にも届いたらいいと思うし、うん、まあちょっとでも人は変われるんだよっていうのをさ伝えられたらと思うんで、引き続きやっていきます。ちーちゃんはねこの悔しさをみんな味わったと思うから、チームでこうやっぱレベルアップできるように取り組んでいきます。皆さんありがとうございました。温かいメッセージも本当に、届いて、本当に勝ちたかったんですけど結果出せなかったということで頑張ります。お疲れ様でした。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。